皆さん、こんにちは。国民民主党参議院議員の河合貴則です。現在、国会では予算も成立をし、個別の法案の審議が始まっております。いよいよ第208回通常国会も後半に入りました。こうした状況の中、国会開会中ではありますが、週末の時間を使って北海道から沖縄まで全国を回らせていただき、仲間の皆様、ご支援をいただいている皆様と意見交換の活動をさせていただいております。先の予算審議で世間に波紋を投げかけることになりました国民民主党が政府の予算案に賛成をした件についても、永田町霞が関にいると様々なご批判をお寄せいただくことになりましたが、他方地域を回らせていただいて有権者の皆様、市民の皆様と意見交換をさせていただくと、是々非々の姿勢でいいものはいい、悪いものは悪いということを積極的に行動で示す国民民主党の姿勢に多くの共感の声をいただいております。霞が関、永田町に長く仕事をしておりますと、どうしても永田町の理屈で物事を考えがちだなということを改めて私自身強く感じさせていただきました。私たち国民民主党は政府与党の法案予算案であっても、いいものであればいい、悪いものであればそれは断固として反対するという姿勢を貫くことによって、国民の皆様にとってより良い政策は何なのかということの問題提起をこれまでし続けてまいりましたが、ご支援をいただいている皆様からの応援の声をいただき、勇気づけられる気持ちがいたしております。この10年間、日本の国政の状況は混沌とした状況が続いております。巨大与党とそれに対して抵抗勢力としての行動しか示すことができない野党、こうした状況の中、自民党の長期政権がこの間ずっと続いております。批判や誹謗中傷で政府を攻撃するのではなく、政府与党の法案に対してそれを上回る優れた政策を提案することによって、国民有権者の方々に選んでいただけるような政策本位の政治というものを、私たち国民民主党はこの後半国会でも貫いてまいりたいと思います。私たち国民民主党はご支援をいただいている皆様のお声でその政策を立案しております。引き続き皆様には国民民主党に対しまして皆様の思い、ご意見をぜひお寄せいただきますことを心からお願いを申し上げます。コロナ禍の収束が未だ見通しが立っていない状況であります。不必要に怖がる必要はありませんが、万全の感染予防対策をお取りいただき、皆様には引き続きお元気でご活躍をされますことをお祈りを申し上げております。本日のメッセージは以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。無駄にしないぜ、汗とせい。ガッ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 。